内くんと一緒に歩んできたからね。ね、そうだね、竹内くんなしであっての俺がまずあって一番目にいるから、メンバーの中で すげえ影響されてるもん、うん、ちゃんと斎藤さんもそうだと思って斎藤さんも竹内くんに影響されてる。カツアゲっすか、違うスタンスでのカツアゲですか、これから。とんでもない、だっていないんでしょ、いいんすか。ちょっと後で裏に来いって誰ですか、もしかして出会いはね、うん、まあ出会いはそんな感じ。8年前じゃあ7年ぐらい、もう6年経ってるかもしれないよ、ね、そう、出会いというよりはですね、うん、そのバンド結成のいきさつを聞きたいですよ。ああ、ごめんなさい、はい。でもね、カツアゲされると思う。そもそも、はい、ゴミ友達。なるほど、ゴミ友達。はいはいはい。そこからまず始まって、うん、で、あの中瀬健人と、じゃあ一緒にバンドやろうみたいな話、はいはい、で、その時も誘ってインドラム。なるほどなるほど。そう、スタジオで働いてて、ヌンチャク終わって、ダンプも終わってたの。何もやってないのも終わってた時に、個人練習に来てたの。そう、練習しに俺が店員で、ね、で、まあ向井さんみたいなが来るみたいな。ああ、その時はまだ、まあ、まだ顔見知りぐらいで、うん、顔見知りぐらいで知り合ってもらえて、うん、で、まあ夜ほら練習も終わ、俺結構で仲良いと思ったから、彼の業務も業務仕事もなんて感じで、もう1回やりますか。あ、それがもう週に1、5回仕事か。いや、本当にそうだよね。うん、本当にそう。毎日のように言ってて。今日、しれちゃいんだよとか言われちゃったんですね。ああ。来ないっしょ。一生懸命、全員一緒に。そうそう、それで。でも、店員さん的なところで、こう、つながったというか。いや、まあ、そこも僕は知ってたけど、うん。まあ、バンドやってる同士。柏ライブ。はいはいはい。普通で、まあ、ちょうどいい。まあ、よくしてた。ね。その時のこう第一印象がっていうのは、そりゃもうお客さんって思うんですよね。ああ、でもお互い若かったよね。若かった。え、ちなみにいくつぐらいでしょ。もうやっぱね、10年ぐらい経つんじゃん。会ってから10年、うん、俺が22、あ、でも24とかで3かとか、そんなギラギラしてんだよ、またスタジオ入る時、うん、あーあーね、あー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 ね、尖ってたよね。危なかった。本当に尖ってて。専門店終わった後、ラフルズも終わった。あ、ラフルズと。で、まあ、そうそうそう。で、まあ、たまにストレス発散で、あ、まあ、マシンの発散。そう。で、そこで出会って、こう、まあ、ドラムやってるじゃんみたいな話になる。うん、そうだ。でも、あんま音の話はしてないし。普通に何か飲みたよね、うん、じゃあまあ飲みから結成した、まあ言っちゃえば、うん、ざっくり言っちゃえば、うん、で多分裏話的に達郎と健三がバンドやるみたいになったんだよね。そうだね、こ、こでも普通に飲みの仲良しで、で俺と健三、健三が当時旅行に行ってて、ああ海外で、はいはい、でも帰ってきたらなんかじゃあ一緒にやろうよみたいな話を、まあそれは前からしたね。それでまあ帰ってくるとなって、でまっすぐ、ああ、なるほど。だから当時は3人でどうしようみたいな、そうそう、うん、全く何も手作業でしょ。で大学の同級生の誰かいないって言われて、あ、まあ、うん、まあいいはいるよ、うん、で今のオーダーをはい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 、で、うん、そうだね、うん、そっか、あ、うん、で、まあ、あの全楽器が揃って、そう、最初は4人だったから、で、いなくなっちゃって、で、建造が一歩離れることになっちゃって、はい、で、まあ、その、あ、本当にそれがね、バンド組んで、ね、超多かったから、うん、で、その後、あの、テニスのベースの役とかですね、はいはいはい、で、その後に金が入ってくる。あー、うん、なるほど。私とデモをユニオンに下ろしてたからダメよ。バンドキーはいない。いない。うん、ギター1本だろう。最初デモはいない。あー、今やね。ね、あの時からお世話になりっぱなしだろう。いやいや
手さんだった。ああ、そう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 。うん、でちょうどまあディスクユニオン的には、柏店が伊達から僕に。そうだよね。そう、移動して変わって。でそう、カモメカモメのなんかそのデモを取り扱ってるって話を聞いてて、うん、もういいねみたいな話になり、でそこで僕個人的には、まあ、ボエとバンの辺と、うん、シワのボエってやつがいるんですけど、そいつとかと知り合いつつ、知り合って、あのディープに、そうディープとか、あとはコウジ君とかね、あーそう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 、うん、一緒にカレー食べたもん。一番最初。そうなんだ。うん、あのね、コウジ君とサクちゃんとタケムシ君と4人でルンビに行ったんだよ。ああ、そうなんだ。そうだ、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 そうだ。柏木うまいね、カレーがあるんですけど。あの時は確か初見だった。ああ、そう、そうかもしれない、そうかもしれない。その時からこんな感じだもん。適当だったんだ。俺ちょっと言われて思った。こんな人いるんだ。ああそうなんだ。ちょっと距離置こうかな。